した。たけさんこんばんは。エリングライト無事でした。そう、無事だったの。勝俊さん、七色のインコさん、ロリポップありがとうございます。七色のインコさん、ポポロリポップありがとうございます。天使のわけまえさん、こんばんは。あ、七色のインコさん、深夜帯108人目ありがとうございます。みっちさん、こんばんは。イエーイ。天使のわけまえさん、ポポロリポップありがとうございます。うなんさん、こんばんは。そうで、あの新しいやつ買ってきたんですけど、ちょっと車から降ろすのを忘れて、ちょっと今日はなしでいきます。もうなしも慣れてきたリングライトで、今日ね、昼間配信してて、今日はパパの方のおばあちゃんの家にご飯を食べに行ってきたんですけど、私行く前に多分今日はちらし寿司となんか唐揚げとか揚げ物があるんじゃないかっていう予想をしていたんですけど、正解はちらし寿司とヒレカツかな。だから揚げ物大正解だったやっぱりと思って何も聞かずに行ったんだけど、そう、大正解だった。ドリーマーさん、クッキーありがとうございます。白いアルパカさん、ドリーマーさん、こんばんは。みやさん、新鋭隊109人目ありがとうございます。イエーイ。リベドラさん、こんばんは。ケンさん、流れ星ありがとうございます。そう、ヒレカツ、トンカツか、なんかそんな感じだった。マッシュさん、こんばんは。で、なんだっけ、ちらし寿司のちらし寿司だったら写真撮ってきてって言われて写真撮ったんだけど、リベドラさん、ロリポップありがとうございます。タカミンさん、サワさん、こんばんは。ちょっとさ、一瞬見てくれる？そう、あ、全然見えんわこれじゃあ。あ、でもまあまあ見えるか。こんな感じっていうのをちょっとだいぶドアップだけど見てくれる？じゃん超ドアップ。ソーリーさん、こんばんは。そう、こういう感じで彩りがめっちゃ綺麗なので、私は桜伝舞が大好きだから、おばあちゃんがね、何か所かにまとめて桜伝舞を載せてくれてるんだけど、そう、綺麗に盛り付けがされてる。なんか今日はイクラがなかったらしく、売ってなかったらしく、そう、ちょっとイクラなくてごめんねって言われたんだけど、全然いいよって言って、そう、サーモンとマグロと、あとエビとタコとイカも入ってたかな。そうそう、桜伝舞、甘いやつ、そう、美味しかった。はい、マッシュさん、ロリポップありがとうございます。むっちゃん、こんばんは。私はカキフライというより、おー、いいね、海鮮だ。やけるさん、こんばんは。ハクロウさん、こんばんは。流れ星ありがとうございます。そう、美味しかった。豆の目さん、ポボロリポップありがとうございます。そうそう、あとはお豆腐とこんにゃくの白和えと、あと何だったっけな、あとなんかブロッコリーとスナップエンドウみたいなのもあったし、まだいろいろあったんだけど何だったっけな、あ、ブリかハマチかな、多分ちょっとなんか入ってた。そうそう、あとはなんかどさんこ汁みたいなやつだったかな。今日鶏汁じゃなかったね、今日は。前回鶏汁だったからかも。そう、どさんこ汁だったけど美味しかった。和食っていいよね、わかる。バンフィーさん、こんばんは。そうそう、すごい美味しかった。めちゃくちゃいっぱい食べちゃって、私、あとマカロニサラダ、私が好きだからマカロニサラダも作ってくれた。バンフィーさん、こんばんは。ポボロリポップありがとうございます。カレーライスさん、こんばんは。ハートありがとうございます。和江さん、クッキーありがとうございます。そう、バンフィーさん、ロリポップとクッキーありがとうございます。そう、どさんこ汁ってなんか給食とかにも出たことあるんだよね。
ブロッコリーとスナップエンドウとても好みで、そう美味しかった、めっちゃマヨネーズつけて食べました。生チョコタルト持ってくんでおばあちゃん、あもうぜひぜひぜひって感じ。そうそう、そんな感じでね、そうアイスもありました。なんかハーゲンダッツのなんかあのサンドみたいなやつあるじゃん、あのこういう形のやつ、楕円みたいなあれがあったから食べた。としのりさん、よしちゃんこんばんは。めちゃくちゃにお腹いっぱいなんだよね、だから私今太っちゃうマジで。としのりさん、流れ星ありがとうございます。パンフィーさん、ロリポップありがとうございます。そうアイスいつもハーゲンダッツとかが買ってある、マーが行くときは。あそうそう、クリスピーサンド、それそれそれ美味しかった。なんかね、なんだったっけな、なんかベリーみたいなやつ忘れたけど。バンフィーさん、クッキーありがとうございます。スケヒラさん、こんばんは。そうですそうですそうです、美味しかった。 BPM188 さん、ひろしんさん、こんばんは。ひろしんさん、ハートありがとうございます。久しぶりにとんかつ屋行って、豚のロースカツいいなぁ。とんかつ屋さんいいのに、あの文字屋にあったのになくなっちゃって、とんかつ太郎が久しく食べてない。しがきさん、こんばんは。ロリポップありがとうございます。ひろひろしさん、こんばんは。クッキーありがとうございます。キキさん、こんばんは。ポポロリポップありがとうございます。シカオさん、こんばんは。いやー、風呂が沸いた。風呂が沸いたぜ、風呂が沸きました。キキさん、ハートありがとうございます。うわ、チーズハンバーグとシチューとかめちゃくちゃ美味しそう。ヒロシンさんもハートありがとうございます。マサパンダくん、こんばんは。おお、明日か、ついに友達と結婚式。この前メンテナンス行ってたよね。ね、やったね。あ、ブランドね、はいはいはい。まめのめさん、ハートありがとうございます。いいね、友達の結婚式とか行ってみたいな。とちおの末蔵さん、シャインマスカットさん、こんばんは。ね、メンテ言ってたよね、覚えてるよ、コメントしてくれたから。楽しみだね、めっちゃ。マウスはまだ友達の結婚式とか行ったことなくて、そう呼んでくれる人いなそうだけど。なんかさ、あの呼んでくれるくらい仲いい友達は数人いるんだけど、なんか一人はもう婚約してて、でも式あげないかもって言ってて、結婚するってなっても、そう式あげないかもって言ってて、もう一人は幼馴染なんだけど、幼馴染は全然まだ結婚とかそういう感じじゃなさそうだから、私と一緒で相手からみたいな感じだから、ちょっと少ないかもって感じなんだけど、いつか誰かの行けたらいいな。シャインマスカットさん、ポボロリポップありがとうございます。ボイドさん、こんばんは。シュウケンさん、こんばんは。楽しみだよね。4期の推しちゃんが昨日ラーメン食べたって言うから、今日の夜はラーメン、あ、胃袋お揃い界隈だ。
胃袋お揃い界隈の方がいらっしゃる。活字は食べた。いいね。たまにはがっつりご飯もいいよね。なんか食べたくなるときない？たまに。乃木音ゲーで直筆サイン直、すごくない？どうやって当たるの？くじみたいなやつがあるのかな、ガチャみたいな。すごいね、そんなのも当たるんだね。ひろしんさんハートありがとうございます。シャインマスカットさんクッキーありがとうございます。カピおじさんこんばんは。いいなぁ、いつか絶対呼ばれるかなぁね、呼んでくれる人いたらいいけど。あとはいとこが結婚とかするってなって、式挙げるってなったら呼んでほしいな。ちょっと行きたいな。泣くなぁ絶対。絶対泣くな。しんいちさんクッキーありがとうございます。カツヤいいね。なんかみんなカツ食べてない。なんかメンバー個別ランキング10位100位以内に入った。あーそうなんだ、へえ。嬉しいね、でもそういうのね。いや絶対泣くよね。いとこのやつなんてめっちゃ泣くと思うよ。俺明日泣く自信しかない。いやそうだよね。でもさ、結婚式行くレベルで仲いい人だったらさ、きっと思い入れもあるじゃん。絶対泣くよね。ツッチーさんトキさんこんばんは。え、めっちゃいいな。あ、友達の結婚式3回出席して3回とも号泣。やっぱそうなんだ。なんかさ、まあ、1回だけ、1回だけ結婚式行ったことあって、だけどほんとちっちゃい時、まだ幼稚園くらいの時に、あのママのいとこの子が結婚して、なんかさ、ちょっと遠いんだけど、まあ的に言ったら、でもお姉ちゃんみたいな感じでさ、そうすごい綺麗だった。その時結婚式それが初めてで、それ以降行ったことないんだけど。そうでもさ、その時はさ、まだ泣くとかじゃないじゃん。わーみたいな、可愛い綺麗みたいな感じだからさ、全然あれだったけど。ピコットキャットラミコさん、イマチンさんこんばんは。そうだから行ってみたい。ケイちゃんこんばんは。トキさんロリポップありがとうございますね。まあでもね、今の時代はさ、式挙げないって人もまあ別に少なくないからね。全然若い人とかさ、特にさ、フォトウェディングとかもあるしね今ね。そう、そういうのはそういうので素敵だと思うけどね。なんか形に残せればとりあえずいいなってまあは思うけど、でもせっかくだったらあげたいな。式ふわっふわなドレス着たいんだよね。まあああ、そっかそっか、何回か覚えたけどコロナになく、まあそうだよね、コロナね、そうだよね、そういうので減ったってのもあるしね。新潟側のいとこ親含めて12人いるけど2人しか結婚してない。そうなんだ。まあでも結婚がゴールじゃないからね。今こんなこと言っといてだけど言っといてだけど、まあまあでもね、結婚が全てではないですから、まあそうじゃない人生も全然ありだと思う。ねえわかる、友達いないから友達多いこと結婚したらどうしようってずっと悩んで、めっちゃわかるよ。まあもう思う、それわかる。相手それな、相手いないけどそんな心配はしてる、ずっと。相手友達多かったら結構気まずいなと思って、こっちマジ片手で収まるぐらいしか呼ぶ人いないんだけど、しかもその中にいとことか入っちゃってるし親戚やんっていう。そうそうそう、おもろいね。
友達枠ガチでやばいな、少なすぎる。ひろひろひろさんこんばんは。いや確かにいっそのこと親族のみってしちゃうのもありかもね。えぜあーまあそれでもいいっちゃいけど、うーんどうだろうね。メンバーって呼ぶの？なんかさ、どういうもんみたいな。一回は友達少ないって理由で親族だけの式のはずが、私ともう一人だけ、あだからさ、もうほんとだから基本親族だけでな、もう少人数にしようみたいな感じで決めれたらいいけどね。旦那さんがお二人友達、あやっぱそうそういう感じで。いとこの披露宴がまさにそうで、双方の参加人数にかなり差があった。いやそんなもんだよね、そんなもんだよね。でもさ、その呼びたい友達がさ、例えばさ中学の友達一人となんか大学の友達一人とかだったら、もうさそこ初対面じゃん絶対。まあ絶対ってこともないけどさ、大体初対面じゃん。でそれも気まずいよね。でマーが今パッと思いつく呼びたいなと思う人は、あの地元の友達二人だから別に平気そうだけど。はなちゃんこんばんは。今日もももクロの悩みに行ってきた。おお楽しかった、最高だった。メンバーって職場の同僚とはまた違う関係だと言って、そうなんかさ友達って感じでもないしみたいな、なんかその友達だけどただの友達ではないじゃん。だからなんかさってちょっと難しいよね。そうって思う。いちたさんこんばんは。クッキーありがとうございます。わあ、そうそう難しいね。まあそもそもさ結婚できるかどうかですよ、こんな式の心配とか。そしてその式に一緒に行った子が旦那さん側のご友人と付き合ったけど別れた。でもそういう出会いもねなくはないもんね。結婚式は親族のみらしくて、友達枠で俺一人だけ。すごいね。でもそういうのに呼んでもらえるって嬉しいね、余計ね。森蔵さんこんばんは。イーストさんこんばんは。キヨちゃんこんばんは。いいね。まあでもこういうのにね、夢を抱きながら生きていくのもいいですからね。いいよね。結婚か、いいな。ねえ。先に呼んでおいてもらえたら自分の番で普通に、うんまあね。でもさなんかさ別にこの人そんな仲良くないよなみたいな人に呼ばれるのも結構気まずくない？なんで呼ばれたんだろうみたいな。まだそういう経験ないけどさ、そういうのないの？そういうのなかった？会った人とかいないの？なんで自分なんだろうみたいな人い、唯一無二の親友って認められたようなもんね。本当に友達の式は楽しかったけど、式場のお食事が結構、いやわかるーわかるー、そういうのマジでやだわ。もう絶対何も考えないで行きますとかなるけどさ、職場の人なんて呼ぶの？呼ぶか、全然来てほしくなくない？どんなもんなの？いやそうだよね。そうそう数合わせとかっ
てさみたいな、ね、こっちも呼ばなきゃみたいになるしね、もし結婚するとかなったら。職場によるのか、え、来てほしくないかも普通に自分だったら。なんかさ結構さ、どういう場合なのかわかんないけどね、まあ職場によるのか。シュガーニャンさん、レインボースターありがとうございます。学校の先生の曲、あーなるほどね。保育士さんとかね、あのあれだよね、なんだっけ、子供たちが来たりとかってのよく見かける。なんかさ YouTubeTikTok とかで出てたりするし。キミドラさんこんばんは。エチコさんこんばんは。それこそ前の職場の部署違いの同期だったんだけど、同期って以外接点なかった。あーなるほどね、はい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 。秋元康呼べるとか言われたら、いやそれこそ接点ないから無理だわ。職場の人誰も呼ばなかった、さすがにじゃない、逆に気まずかった。そうなの。あーでもさ、そっか、まずさ結婚したらさ、てか専業主婦になりたいから、もうさその時点でさ仕事辞めてる前提なんだよだから別にこちらは気まずくないけどとか思ったけどさ、でもわかんないよね、そうとも限らないしね。絶対専業主婦がいい、マジで嫌。ただその代わり家事は完璧にやりますよっていう感じだけど、そりゃね。新潟のヨゼミの近くの式場、パンにつけるバターがまあ美味しかったそうなの、いいバター使ってたんかな。普通の関係だった異性の同級生の結婚式に呼ばれたことある。受付をしてほしいだけで呼ばれた子がいる。結婚式後一切連絡なし、年賀状もなし。うわー、そういうの嫌だよね、そういうのはちょっと嫌だね。キミゾラさん、クッキーありがとうございます。そして深夜帯110人目、ありがとうございます。イエーイ。エンジだとよく、そうだよね、なんかドレス着てる綺麗な綺麗な先生がいるみたいなイーストさん、ロリポップありがとうございます。来世でもし結婚ってなったら、職場人間ごくごく一部しか、まあそうだよね、なんかね。シュガニャンさん、レインボースターありがとうございます。社内恋愛で結婚、あ確かに社内恋愛とかだったら呼ぶかもね、それは呼ぶわ。運営が会社の人総出みたいなそうだよね、シフト制の仕事だったから上司全員呼べなくて私を呼ぼうとしたんだろうけど、その後別の同期に声かけた。あーまあでもね、やだよね。会社が社内結構多いんですが、同じフロアに夫婦でいるんで気まずくて私はなるほどねなるほどね、うん、面白いな、みんなの話聞くの。そっかそっか。面白いね。そうだよ、まあ専業主婦か、あのマウが定職についてなくても生活できるくらいの、あれがいいかな、結婚がいいかな。ちょっとカピおじさん、ロリポップありがとうございます。嫌だな。パートさんとかがいいですドラミチュン沼さんこんばんは。頑張りますって何同級生同士の結婚式はプチ同窓会、うんいいね、そういうのもいいよね。
確かにそれだったらね、そういう可能性もあるよね。だって呼びたい人被ってるみたいなさ可能性もあるし、家族が同じ職場にいるのはいろんな意味で考え物だとよく、まあそうだよね、いいようであんま良くない時もあるだろうしね。高俊さんこんばんは、かねちゃんこんばんは、うん、そうだよね、そうそう、だって結婚式ってさ行くのもタダじゃないじゃない、まあやる方も別にタダではないけどさ、行くのもタダじゃないから、なんかこうさあなんていうの、もうねえ、むしろ喜んで出しますぐらい思える人じゃないとあんまりちょっと行きたいと思わないかな私は。だって本当に仲いい友達とかさ、もうガチで心の底から幸せ願ってますみたいな人だったら別にそんな自分に返ってこなくてもさ、お祝いの気持ちで出せるもんね、全然ご祝儀とかも。ジズーさんこんばんは、タカトシさんクッキーありがとうございます。そうだけどそう思えないんだったら行きたくないかなっていう感じするな。ね、そうそう、うん、そう、なんか私がさそういう風に思う人って自分が辛かった時にだいぶ助けてもらった人だから、その時の恩とかもあって全然帰ってこなくていいですむしろっていうぐらいだからさ、そう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 、うん、北海道みたいにご祝儀なしの会費制ってさっぱりしてていいなって、まあそれもありだよね、もう全然さ後腐れないって感じじゃない、来る来ないを置いといて呼びたくなくても呼ばなきゃいけない時はある、あーなるほどね、うん、まあ難しいよね、まあそんなのはさもう何年後やねんっていうだから無事に結婚できればいいけどね。いやそうだよね、やっぱそうなるよね。呼んでくれた3人は数少ない友達の全てみたいな子だから、ご祝儀の額とか全く気にない、やっぱそうなんだよね、そうそうそう、ほんとそう思う。大学でいないの、うーん、仲いい子はいるけど結婚式に呼ぶかって言われたら呼ばんかなっていうきっと大学卒業したら別になんか大学卒業しても集まろうねみたいな感じじゃなさそうだし、うん、あファンタンさんこんばんは、お仕事って書いてある、うん、そうね、そう思うかな、うん、ね、かわいそうでしょ友達作るの苦手なんだよねっていうか、そんなに大人数いいかなって思っちゃう。話聞く限り大学での人間関係はある程度割り切ってるみたい、うん、なんかね友達もそういう感じなの、なんかみんなと仲いいみたいな子もいるし、なんかそうじゃなくてマウと仲いい子は基本マウとしか一緒にいなくて、マウもその子としか一緒にいなくて、その子と授業を合わせて取ってたから、授業の時はあったりするけど、そういう時以外だから休みの日とかに会ったりとかはしないし別にって感じ。そう、なんか友達は別に少なくないけど、休みの日に予定合わせて会うまでの友達はめっちゃ少ないみたいな感じ。
そう。だから仲いい人はずっと仲いいけどみたいな。ファンタンさん、ハートとクッキーありがとうございます。ガタジエさん、クッキーありがとうございます、こんばんはそう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 、なんかグループに属するのがあんまり好きじゃないのと、ちょっとめんどくさいっていうのと、うん、そうだね、その子も結構さっぱりしてる子っていうか、なんか群れでいるのはあんまり好きじゃないみたいな子だったから、そう、そんな感じかな。別にでもなんか気まずくなったりとかってわけじゃないのよ、なんかだから全然平気。未来さん、こんばんはって感じですかね。そうだからなんか私さ、大学の同じクラスにさ、同じ名字の子が3人いたの、自分含めて3人いて、まあ同じ名字だからさ、みんなさ出席番号がさ重なってるじゃないや、あの連続なの3人で、そこの3人でもともと仲良かったんだけど、なんか私と普段一緒にいる子はなんか結構もうなんていうの、まあ、ちょっとおさぼり系ですよねなんかもう出席、あ、じゃないや、欠席回数とかギリまで休みたいみたいなタイプだったんだけど、一人は結構真面目な感じの子、まあお家とかもちょっとこうなんか、うん、なんだろう、ちょっとこうお堅い感じのお家の子で、私真ん中なんだけど、そう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 、私真ん中だったの、前に一人、私後ろに一人いて、そうで、マウと一緒にいる子は結構似てる感じの、中身がすごい似てる感じの子で、そうで、その一人ね、真面目な感じの子がは、あのなんか K-POP かなが好きだったんだよね。で同じクラスにもう一人 K-POP 好きな子がいて、でその子と一緒にいるようになって、うちらとは一緒にいなくなったんだよね。でも別になんか気まずいわけじゃないから、会ったらイエーイってなるしみたいな。そうだから、それぐらい楽な方がいいありがたいって感じ。くにさん、こんばんは。そう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 、それぐらいの方が全然楽。なんかあの子一緒にいなくなったからどうのこうのとかじゃないし別にみたいな。そう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 、そう、丁寧に言うとおサボり系ですサボりマ2人組またいねーみたいな。そう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 、あとはもうなんか本当にみんなと仲いい子たちがいたりとか、みんなと仲いいというかね、すごい大所帯のグループがあったりとかしたけど、私はそういうのは本当めんどくさくて無理なので、そうだからさ、もうなんか10人ぐらいでディズニーとか行ってんの、女の子10人とかで、すごないと思って、すごくない？絶対無理なんだけど気使って無理あー、なるほどね。大人になると深い付き合いできる人が少なくなるけど、後腐れなく付き合える人も増える気もする。確かにそれはそうかもしれない。やっぱ俺中学生とかだとさ、なんかねえ、なんかこうほらグループにさ属してないとちょっとみたいなあったけど、別に大学ってそんなことないしね。さすがにさ、マウとそのもう一人の高橋さんはさ、高橋ちゃんって言ったから錦鯉みたいなあのもう一人の子はあのツボもう一人の子はがのあの休むタイミングがさバラバラになったりとかする時あるから、なんかずーっと一緒ってわけじゃなかったけど、かぶったらおうみたいな感じだったもうちょっとやだ和明さん、こんばんは。そうそうそう、そんな感じだったよ。でもちょっと15分くらいまでやりますね、配信ね。おもろいよね。そう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 、そんな感じでした。
本当に大変だった。今日そういえばね、おばあちゃんたちにもあの大学卒業が決まりましたと言ったらすごく喜んでました。よかった。ほんと職場だと年齢が離れてる人とも仲良くなったりするから、生き方そのものが全く違う。そうなんだよね。それもまたいいよね。なんかほらこう全く違うみたいなさ。そう、人も良かったりするよね。みーさんこんばんは。ハトさんこんばんは。高橋さんと結婚すれば面倒がつく。確かに間違いないね。時はしご高のこと。あ、そう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 、私はしご高なんだけど、私の前の子は口高で後ろの子がはしご高だったんだよね。そうで、口高の子と一緒にいましたよく。幸子デラックスさん、カズさんこんばんは。そう、よかった、いい報告ができて本当に安心しました。頑張ったねって言ってくれた。よかった、本当に頑張ったカズさんこんばんは。私ってあんまりさ、こうすごく努力して何かを成し遂げてきたっていうことがないから、今まで。そうだけど、なんかこの大学生活はマジで胸を張って頑張りましたって言える。幸子デラックスさんかわいい、ありがとうございます。クッキーモンスターメガネさんこんばんは。そう、まあ自分なりにね、もっと大変な思いしてる人は絶対いるけど、そう絶対にいるけど、私なりにめちゃくちゃ頑張ったなって感じです。本当によかった。ふうこさんこんばんは。ポボロリポップありがとうございます。ほんとそう、人生と財産、この経験が素晴らしいよね。よかったよね。そう、あとさ、次のガチイベが15日からなんですけど、2月のその前に前回のイベントの打ち上げ配信をやりたい、そしてカラオケ配信もやりたい、家にいるうちに。どうしようって感じなんだけど、まあ近々やります。つい最近まで高校生結構前よ、高校生結構前よ、うん、そう、打ち上げもねやらないと。だから打ち上げカラオケみたいなしたらよくないね。楽しく飲んで食べてカラオケをして楽しんでみたいなのでもいいかなと思って。なんかさ、あのガチイベ期間にカラオケ配信やるのもいいんだけど、あれ時間限らないといけないからさ、全然歌えんやんいつもね。だからちょっと今回はガチイベ期間とずらそっかなと思って、ちょっと前倒しでやろうかなと思ってますね。アッキーさんこんばんは。そうで、まあね、イベントガチイベに向けて、まあ、ちょっと盛り上げて景気づけにみたいな感じで行っとこうかなと思いますね一回。でもなんか余裕があったらまた月末にもう一回やってもいいしね、別に。カラオケ配信春休みスペシャルみたいなやってもいいなと思うんで、まあ、一旦。あさん初見さんこんばんは。そう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 、なんかさ3、40分、しかもさあれってさ、もう本当にさ時間になったら切らないといけないからさ、あやばい間に合うかな間に合わないかなみたいな、こっちもドキドキしながらさやるの結構あれだからさね、ゆったりちょっと時間取って歌おうかなって感じ今月は。なのでお、アッキーさん
親衛隊111人目、ありがとうございます。まるもちゃんこんばんは。そうそう、ギフト読むのもさ、そう時間かかっちゃったりしてね、大変だし、なんか全部読めないのもさ、ちょっとあれだからさね、ちょっとそういう感じで今回は行こうかなと思います。うん、ほい。ということで、明日にはリングライトが復活していると思われます。はい、そう途中でやめちゃったりね。うん、イベ期間じゃないとカラオケの感想ゆっくり伝えられそうなのが個人的に嬉しい。うんね、そうそう、ちょっとゆっくりお話しながらね、あのイベント打ち上げもやりつつ、カラオケもやりつつみたいな感じでちょっとやってみようかなと思いますので、皆様そちらもお楽しみに。はい、ということで、夜は短い時間でしたが、皆様ありがとうございました。まだまだ寒いので、ゆっくり休んで風邪などに気をつけて過ごしましょう。じゃ、今日もありがとうございました。また明日、おやすみなさい。